一人来ておりませんが、7時になりましたんで、そろそろ始めます。はい。はい。では、日本の席、幼馴染の会と勝手に名付けましたが、会長の沢崎舞さん、開会の挨拶を一言、よろしくお願いします。お願いします。そんな、会長だなんて。地元に残っちゃうのは舞と俺、舞が会長で、不詳私、松田翔が事務局長。5人しかいねえじゃん。ワインぬるうなるから、手短に。2年前の成人式で再開して、今年で2回目になりました。今年はコロナの関係でこのような形となりましたが、落ち着いたらまた会いましょう。それでは、再会を祝して、乾杯。乾杯。ああ。嬉しい。まあ、東京在住としては、帰りたくても帰れないんだよね。そうそう。大阪もだよ。親から絶対帰ってくるなって言われてんねん。しかし、授業もリモート。飲み会もリモートか。残念なのは、俺が取った魚、みんなに食わせてやれねえことだー。すごい来年は絶対に食わせてやるけんね。ごめん、遅くなった。順が来ました。みんな、拍手。これで全員揃ったね。じゃあ、改めまして。乾杯！乾杯！乾杯！あの席に帰って、家族や、舞、翔、祐介や綾乃に会いたかったな。また5人でワイワイ喋りながら、美保神社をお参りして、青石畳通りを歩いて、夕日を見たかった。また来年会えるよ。お電話ありがとうございます。美保の関観光協会です。まいちゃん、電話入ってるよ。あ、はい。はい、沢崎です。はい。はい。え？嘘。お前、あ、昨日お疲れ。マジ？それはありえんわ。うん、録画したよ。大丈夫だって。じゃあ一緒に見る。うん、わかった。なんかの間違いだって。ここにほら証拠が。あ、ここだ。ここで純が来るんだ。残念なのは、俺が取った魚みんなに食わせてやれねえことだ。すっごい食べたかった。来年は必ず食わしてやるけんね。約束やで。あ、涼介はやっぱ東京で就職？まあね。帰っても仕事がないからね。旅館の息子なんやから、継げばええやん。なんで？都会は都会で楽しいけど、この風景
係が DNA に染み込んでるっていうか、安心するんだよね。俺、このくらいちっぽけな街並みや古い旅館が嫌で、東京にエスケープしたんだけど、ジュンが教えてくれた気がするんだ。この風景大事にしたい。ジュン、いつでも帰ってこいよ。カミングホーム。